るんですけど、そう、渋谷で、はい、12月16日に、昼というか、まあ夕方前と夕方後みたいな感じで、多分、はい、ソロライブするんですけども、はい、生バンドになります。こんな嬉しい報告をね、皆さんにできることが本当に光栄っていうか、なんか嬉しいです。はい。お、湘南マンあと大師さんがタワー立ててくれました。イエーイ、ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。湘南マンあと大師さん、ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。はい、そう。あ、また立った。ホアさんがタオを立ててくれました。イエーイ。じゃあみんなでお礼言いましょう。ホアさん、ありがとう。イエーイ。お、また。カンタとカンカンさんが城を建ててくれました。イエーイ。カンタとカンカンさん、ありがキャッスルー。イエーイイエーイイエーイ。そう、ありがとうございます。お祝いの品ですかね、皆さん。ありがとうございます。はい、今回の、あ、また、お、すごいすごい。まあ、戸田さんもタワーを立ててくれました。みんなでお礼言いましょう。まあ、戸田さん、ありがとう。ごめん先生も、ごめん先生、ありがキャッスルー。イエーイ、ありがとうございます。そう、さっきの配信ではね、一つも立たなくて、なんか、そう そう、だから今だったんですね、皆さん。ありがとうございます。うん、おお、ディスコ、イエーイ、ありがとうございます。ディスコタイム。おお、おお、なおなおさん、みんなでお礼言いましょう。なおなおさん、ありがキャッスルー。くるりんさんも、くるりんさん、ありがキャッスルー。イエーイ、ありがとうございます。そう、嬉しいです。皆さん喜んでくださってますかね。そう、和賀さんがね、一緒に配信してくれたんですけど、そう、私の配信なのに、なんか和賀さんからのドアップで、私初めて自分のショールームの配信に男出したんですけど まさかのあんな登場の仕方で、わらって感じでした。お、みあちゃん、みあちゃんさん、じゃあみんなでお礼言いましょう。みあちゃんさん、ありがキャッスルー。イエーイ、ありがとうございます。うん、そう、途中なんとかでさーとかって、もう和賀さんにめっちゃタメ口使ってて、めっちゃ焦りました。普通にナチュラルになんとかでさーとかって言って、そう、すいませんでした、和賀さん。すごい友達みたいに喋っちゃった、途中。そう で、そう、明日のね、12時からチケット発売なので、発売、まあ、抽選なんですけど、皆さんぜひね、来たいって思ってくださってる方は、ぜひ見に来てくださったら、くれたら嬉しいなって思います。うん、そう、キャパがね、100人ぐらいなんですかね。そう、まずはね、私はもうほんと、うん、そういう100人ぐらいのところで、まず初めはね、やって、どんどん私は継続化していきたいなって思っているので、どんどん大きいところでできるように、このね、まず初のソロライブ、はい、頑張りたいなって思います。うん、いや、継続は
まあ、予定ないんですけど、そうできたらいいですね。でもまずはまず1回目をね頑張ることからなので、うん、ぜひ来てくださったら嬉しいです。そう、このためにねグッズもね作るので、そう皆さんぜひグッズもねゲットしてくださったら嬉しいなと思います。うん。ドアノブだって、ドアノブはもう作んない、いやもう十分だと思います。うん。そう、会場に当たった方、入れる方だけに特別に来場者限定プレゼントもあるので、ぜひ皆さん当てたいという気持ちを強く持ってチケットを応募してくださったら嬉しいなと思います。うん。でもね、もう日にちが結構もう16日なので、そうすぐなんですよ。多分あっという間に来ちゃうと思う。タワー来てるようだって。あ、本当だ、テイテイさんがタワーを建ててくれました。ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。テイテイさんありがとう、イエーイ、ありがとうございます、イエイイエイイエイ。でもね、本当に生バンドを、生バンドでソロライブするのがずっと夢だったので、この度ね叶えられるということでとても楽しみです。うん。そう、私もそのライブハウスで見に行ったんです。マーティーさん、マーティーさんのギターのライブを、フリードマン、マーティーさん、そう見たんですけど、うん、あ、マーティーさん、うん、そうめっちゃギターすごかった。そうすごくて、そう席もね場所によってはちょっと見にくいのかなみたいな席もあるかもしれないけど、まあ見えるように、まあ背がでかいんで多分見えると思います。うん。うん。そう、今日美容室行きました。前髪切りました。皆さん分かりました？前髪切ったの。前髪切りました。伸ばしてたけどなんかもういいやって思って、なんか長いとさレッスンしてたら落ちてきてさ、なんか邪魔だしさ、目に入って痛いしさ、だから切りました。てかなんか聞いてくださいよ、めっちゃ全然関係ない話なんですけど、セルフプロデュース生写真の締め切りが今日なのに携帯のカメラがぶっ壊れて私もう間に合いません。ちょっと携帯のカメラで写真撮ると、なんかデータフォルダ見るとめっちゃ画質悪くて、てか画質悪いっていうかまず見れないんですよ写真を。データフォルダで見れなくて、なんかハテナマークが右下にね浮かぶんですよ。で何分か経ったら写真が見れるようになるんですけど、めっちゃ画質悪くて、え、なんでって、え、どういうことって、え、どうしたらいいですか。結構私この配信してるのも結構気が気がじゃ気が気が気が気じゃない、
容量ではない、私はデータフォルダに8万1000ぐらい入ってるけど、私の13プロ12プロは容量500ぐらい入るんですよ。でも今200いくつだから容量ではない。うん、結構ムカつくんですよそれが。今めっちゃムカついてて、そうなんで写真、あのセルフプロデュースの話に今日までなのに、せっかく髪もねやってもらっておしゃれな服着てるのに、そう絶対今撮りたいのにめっちゃイラつくんですそう、そう切れてます。そうだから早く治ってほしいんですけど、治ります？これ治るのかな。え、治んなかったら結構もう私結構夏に携帯変えたばっかりなのに結構終わったんですけど終了終わった。今日までか、間に合わねえなだって。え、それな、でも寝るまで今日だからっていう理論。でももう早くお風呂入りたいし、もうやばいんです私今、四面楚歌です。今排水の陣なんですよ。そう、俺も同じ現象になったけど治ったよだって。え、治し方教えてください。俺あ、そう、お便りサイタルってタイトルなんですけど、あ、私が考えさせていただいて、あのサブタイトルはあのライコ、あのサブタイトルの四字熟語、私が考えたんですけど、等価生成が1個目で、あ、2個目で、応古来根です。1個目が応古来根で、2個目が等価生成です。そう、1個目が応古来根はなんか過去から今に至るまでみたいな意味の四字熟語で、私四字熟語がこう見えてめっちゃ好きなんですけど、そうかっこいいから四字熟語が。そうで、応古来根なんかそのそういうなんかテーマに合った四字熟語ないかなって思って、なんか今までのことみたいな探してたら応古来根っていうのが出てきて、おーっていいなって思って、そう、それをサブタイトルにしました。そうだから1個目の講演はなんか生い立ちっていうか、なんか私の今までをちょっと振り返れるような感じになったらいいなと思うのと、あと2個目は等価生成は春夏青って感じで、そうなんか冬ってついた四字熟語ないかなって思って調べたらいろいろ出てきたんですけど、なんか意味があんまりで、で等価生成を見た時に、あっ、って私意味は全く瀬取りとか関係ないんですけど、なんか強い信念みたいな意味らしいんです等価生成って。でも私的に考えたら冬も夏も変わらない思いがあるっていう四字熟語なんです、多分それ。そう、等価生成は、そうで、まあそこもかっこいいし、
あと冬っていう文字が一番にあったから、あって冬っぽい瀬戸利にぴったりだって思って、そう2個目はあの冬感ちょっとありって感じでできたらいいなと思ってます。関節が硬く、関節が、あ、節、これなんて読むんですかね、関節が硬く常に変わらないって説明があったんだって。そう、そこがそれがいいなって思う。うん、てか皆さん、あの本当話戻りますけど、カメラの直し方本当に教えてください。ツイッターとかで待ってます。755だと反映されるのが遅れるから、ツイッターでちょっとカメラの直し方マジで教えてください。じゃないとちょっと終わるんで、私結構、うん、終わっちゃう。てか私13日にさ、ポテトさ、ポテチをさ禁止したけどさ、1週間禁止って、1週間っていつまで、明日ですか、明後日土曜日に禁止って言ったらいつまで禁止なんですか。明日食べていいのかな、明後日かな。金曜日までだから明日 OK。マジ？明日食べれるの？明日解禁？やば、なんかボジョレ・ヌーボーみたい、解禁とか言うと。え、私解禁していいんですか、ポテチ。でもマジでポテチを我慢してから、マジで肌荒れが治ったから、そう、ソロライブまで我慢したらいいよ。だって、え、それは無理です、ちょっとストレスが、ポテチ食べないと、ポテチ食べないと楽しく生きていけないんですよ。そう、だってポテチ美味しいから、ポテチ食べたら楽しくなる。うん、やっぱ好きなもの我慢するのって良くないから、我慢してるこの1週間は全くストレスなかったです幸せ、うん、あと2分でやばい、早く、やばい、2分で送んないとセルフプロデュース生だし。じゃあそろそろおランキング読みますね。やばい、間に合うかな。じゃあ最後におランキング読みまーすやばい、残り1分になっちゃった。じゃあいきます。13位白地アット ODA 神押し、12位直樹、11位ひとくまさとる、10位ひのとアットソロライブおめでとう、9位ごめん先生、8位湘南マンアットおだし、7位テイテイ、6位ホア、5位マーアットおだし、4位くるりん、3位みやちゃん、2位なおなお、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございました。じゃあもう今日までなのでセルフプロデュース生だし、今から撮っていきたいと思います。間に合うかな。じゃあ皆さん、はい、もうほんとあのカメラの直し方だけ教えてください。あとあのお代理サイタル待ってます。明日からチケットなので皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。待ってます、お代理サイタル来てね。バイバーイ
やい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 おう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 やい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 おうおうおうやい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 おう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 やい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 